食堂です。シルクです。ゆうちゃん大好きザコウです。マサイダーマモトキ。さあ本日はですね、はい、おなんとあのカードがついにフィッシャーズの元にやってまいりました。うわあのカード、まあ、シルクさんはいろいろ集めてるんで、うん、まあ、もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、フィッシャーズの動画の中でも何度か出てきました。おあのカードが欲しいと。ああ確かにそうだね。そうっていう話何回も出てたりとか、動画外とかでもあれ手に入るんだったら欲しいなみたいな話結構したんだね。ああしてたわ、そういえばしてたわ。どれだろう。まあいろんなね、世の中にはカードゲームのカードがあって、はい、まあ有名なので言うと、まあ遊戯王とか、うん、ポケモンカードとか、うん、今だとワンピースカードとか、ね、そうワンピースカードとか、ね、まあとかいろんなね、いろんなのがあるわけじゃない、うん、あります。その中でもやっぱりポケモンカード長い歴史があって、うん、すごい人気ですよね、うん、そうですね。でメンバーの中でもポケモンカードが、まあ、ポケモンが好きっていう人口かなり多いんですよね、うん、そうだね、うん、そうそうそう。なんでポケモンカードの、はいはい、もう分かりやすくレアな、はい、まあ、かつ高額で取引されてる。まあ、お店だったらちゃんとショーケースの中に入ってたりとか。そうだね、そういうレベルのカードが今回フィッシャーズのもとに1枚ついに手に入りましたということで、はい、今回はその争奪戦をやりたいと思います。おーおー、まあ、ポケモンカードにもさ、よくさリザードン VMAX 争奪戦とかさ、そういうのあるもんね。そう、はい、今回フィッシャーズポケモンカード争奪戦でございます。はい、やばい。なんで久々のボーナス企画、はい、マイナス今回一切ございません。え、そういうねえな。それで言うとさ、ポケモンカードバトルをするわけではないでしょ。じゃないです。はいはい、まあ一応どんなカードがフィッシャーズの元に来たのか、はい、早速ご紹介しましょう、はい、ということですね、今回シュウ君が入手してきてくれたんで、はい、ちょっとご紹介ください。はい、こちらですね。はい、うわー、やっば。うわ、こちらです。マジで。はい、こちらを買ってきました。はい、こちらです。リーリエというカードになります。はい、やばっ。フィッシャーズの元にリリエが来てしまいました。マジか。まあ、ロードシルクチャンネルでは高価なポケモンカード結構いろいろ扱ってると思うんですけど、まあまあそうですね。まあリリエはやっぱりいいカードですよね。そうだよね。まあイラストレーターさんもそうだし、じゃあね、走り出したよ。走り書きって言うもんね。まあイラストレーターさんも、うん、まあ、すごい方ですし、ね、これめちゃくちゃ可愛いから、うん、やっぱり、まあ、人気っていうのもあるし、うん、効果自体も普通に強いんですよ。そうだよね、はい。まあ、ポケモンカードも歴史長いけど、うん、こうブームが何回かあって、ね、まあ、今につながるブームのなんかその走りぐらいになる。そうだね、 GX の、うん、まあ、そういう意味でも価値あるよね。そうですね。カードゲームやらない人でもリーリエが高いっていうことはみんな知ってると思う。確かにね、結構、まあ、聞いたことはある。俺は別にポケカはやってないんだけど、うん、そんなにすごいんだ。そんなにすごいよ。すごいね。金髪の姉ちゃん。金髪の姉ちゃん。金髪の姉ちゃん。お前それリーリエ様を渋谷で言うやつ。あの金髪の姉ちゃん。いいけど。そうなんですよね。メンバーごとにポケモンカードの好きの度合いとか、まあポケモンが好きって人がいたりとか、うん、逆にザカオみたいに、うん、ポケモンもね、好きなんだけど。ポケモン好きだけど、ポケカ今のポケカはやってない。昔はやってたけどね。そうそう。でもそんないろんなメンバーの中でたった一人この、まあ、いわゆるガンバリーリエですね、はい、をゲットすることが今回できます。うわー、モノキは何度か動画で言ってたもんね、これ欲しいって。そう、なんかの動画で当たり1個入れていいよみたいな時に、うん、まあ、リリエ欲しいって書いた記憶があー、そうだね、あったね。これダメだよ、外持ち歩いちゃいけないですよ。そういうレベルの、そう、はい、マジで。だからこれいくらぐらいすると、まあ、大体平均価格というか、うん、まあ、だってカード1枚でしょ。しかもね、当時は普通にパックから出てきたカードですから、うん、まあ、そうだよね、だってみんなそうだもんな、基本的には。はいはい、備品でどんぐらいすると思う。もう10万くらい。シェイクさんの値段の発表お願いします。まあこちら、備品となりますと、120万くらいします。120万120万マジバグってんだよな。鑑定品とか出されると、ほんと120とか、まあそのぐらいは普通にいく。マジで、うん、低く見積もっても普通に70万。すごいね。やっぱリーリエもめちゃくちゃいろいろあるんだけど、その中でも多分一番有名。へえ、これね、その
や俺も欲しいと思う、やっぱそういう高価なカード、うん、夢あるよな。見た時にこう自信がつくというかさ、これ俺持ってんだっていうところあるじゃないですか。確かにそれは言えるね。ステータスとして、ね、そういうのがポケモンの今回のリリーなんだけど、うん、っていうのも、ね、あるんだけど、でもねこう入手した途端に管理しなきゃならないっていうプレッシャーやった。それはね、確かに、ね、確かに、いやね、ずさんに放置できねえのよ。でさ、ショーケースに置けばいいってわけでもないのよこのレベル。まあね、そうだね、まあ、暗所に飾ったりとかね、防御庫とかさ、うん、そういうのよ。じゃあ、マサイ参加しない？何言ってんの？欲しいに決まってるだろ。ちょっと終わるゲームセンターがございまして、はい、その中にオリパがいっぱいあります。はいはいはい、100枚オリパがあります、うんうん、それをゲームセンターのゲームで取ってもらうんですが、はいはいはい、その中にたった1枚だけリーリー引き換え券が入っていますので、こちらをゲットした方が今回フィッシャーの流れただ一人、すごいね、リーリーをゲットできるという企画でございます。おすごいわ。なんで今回はあのリーリーが手に入る、うん、オリパクレーンゲーム企画でございます。おー、これは豪華だ。はいはい、でですね、あのゲームセンターに移動するとなんかこうやって通るタイプのゲームがあります。あー、あるある。これ景品になってて、いわゆるオリジナルパック、オリパってやつですね。これが入ってて、はい、この中にポケモンカードが3枚入ってますね。この中に100個中1個だけリーリー引き換え券が入ってます。おー、それちょっと今回は自分で俺が手書きで書いたんで、それがあったらこれがもらえますと。頑張れるよ。手書きで書いた。はい、まあ、引き換え券だから何でも書けました。全力で申し上げよう。俺が本当に眉毛やば。衝撃なのがさ、トレーナーズも下手なの受けんだけど。文字もダメ。それ文字やん。はい、これ僕が書いたリリーちゃんです。本当に本気で書いたの。バカブスじゃん。やば。でもこれ引き換え券ですから。まあ、ね、ありがたいものです。ありがたいものです。これを手に入れると今回このリーディングやってるので、確かに、ね、まあ、これは絶対間違いはしねえな。足ヨレヨレすぎだね。どうなっちゃったんだよ。おめえ斉藤直樹先生に習ってこいよ。まあ、これが今回の引き換え券です。はい、じゃあ改めて移動しましょう。イエーイ。あれか。あれか。なんじゃあれ。ようこそ。はぁ、はい、ということで、ダホケのゲームセンターへお越しいただきました。ありがとうございます。なんかいろいろ増えたな。そう、実はいろいろ新大入荷しましたし、リニューアルオープンしたんだ。リニューアルオープンでございます。バカ懐かしいな、これ状態。まあ、そっちはまた今度。そう、普通にあの当たりカードに入れてある、はい、100個のオリパでございます。おお、リリー以外にもちょこちょこ当たり自体はあるっていう。そう、うちのポケモンカード全然あげるんで。おー、で、どこに何が入ってるのか俺も分かりません、はい、準備は手伝ったんだけど、うん、設置はスタッフチームにやってもらったんで、あ、うん、まあステップオープンですよ。はい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 。スタッフチームもちなみにどこに入ってるかまず分かんないそうです。あ、シャッフルしてからやったんだ。はい、なるほどね、そういうことか。なんで、本当に一発目で出るかもしれないし、100発目で出る可能性もあるんで、はい、頑張っていきましょう。でもこれ、腐ってもクレーンゲームだから、外したらそれは1回ゼロなわけだよね。そうなんです。あ、ちゃんとやんだから。最初はデュー、ジャンケンボール。1、2、3、4、5、6、この順番でいきましょう。はい、3って言ったのにめっちゃ2だったわ。全然カニかよ。純粋にゲームセンターも楽しんでてください。うわー、はい、いいリースを出す。スタート。どこ狙おうかな。絶対取れるわけじゃないからな。うん、そうなんだよね。まあ、たくさんあるし、もうやっていっちゃおう。じゃあ下から2番目の真ん中あたりを狙っていこうかな。いきます。早いな、お前結構高めにいかない。ここ、お、どうだ、できた。あ、ん、あ、あ、理解してなかった。そういうタイプか。オッケーオッケーオッケー、理解した理解した。あー、はいはいはい。まあ、もうどんどんやっていくか。うん、いや、俺も左側行くわ。お、これいいんちゃう。いいかも。あ、どう。あー、そう、芯外したら落ちる可能性あるんで。なるほどね。早くね。めっちゃ早い。だから上の方が合わせやすい。あ、いったんじゃない。いや、ちょっとずれたわ。でも、どうだね、それでもいけるパターンだと思う。いけないか。いけないよ。あー、いけないよ。結構予想よりスピードあるね。ね、これ早い。持ち主が最初に取るの気まずいから、俺一回どんな感じか見せるね。いや、取ってくれてもいいんだよ。こんぐらいの速度で上がります。こんぐらいの速度で上がります。こんぐらいの速度で。で、
これ一番奥、こんぐらいの速度、横で、横軸がこういう速度でいきます。はぁ、まあ、これでも落ちる可能性あるけどね。そうですね、みたいな、みたいな感じです。俺の番だ。もう俺もこっち側で行こうかな。3段目だな、これ狙いは。行くぞ。うまい、それはうまい、それはうまい。いい高さ行ったんじゃない。おおおいし、取れた。おお、取った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 取れた。これ一発目だったらめっちゃすごいな。それやばいね、運命だよ。付き合った方がいい、リリーと。適当なこと言うなと。これ開けて引き換え券が入ってたら当たりだよね。そう、いきます、オープン。あー、挟まってない。ないです。あー、よし。いや俺もね、これは初めてなんだよね。そうなんだ、うん、姿勢かっこよ。めちゃくちゃかっけえじゃん。姿勢何あれ。合わせないやつね。いけそう、いけそう。よっ、あー、ちょっと早いなこれ。横が、いける。あー、結構横に滑る感じなんだね。ここで右行きます。おっ、来たんじゃない？これは行ったよ、これ行ったよ。それは行ったでしょ。おいしい。いいね。あー。はいはい。ないか。うわー、でも取りたいな。まず取らなきゃ始まんねえからな。そうなんだよね。いいのとか言って持ってっちゃう。確かに。そういうビビらずだけど。よし、これは取れたでしょ。うまい。行った行った。よし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 。金髪の姉ちゃんもらうぜ。金髪の姉ちゃんって呼んでるもんね。金髪の姉ちゃんって呼んでる。あいつだけには誇ってほしくないわ。でも行きそうなんだよ、これ。そうなんだよ。おーい、ドキドキすんな。お、ピクシー入ってんじゃん。あと、なんか光ってんの入ってるって。うん、だって、だってドミーラ。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 ドミーラでした。これ見えねえな。あ、え、どう？行き過ぎた。あー、ナポ自身これ得意って言ってたからね。うん、発射でしょ。まさかね、持ち主ですか。ちょっとちょっと、そういうの言うとさ、そういうの言われちゃうと。まさかね、これだよ。あれ、ウォーミングアップですか。違うんだって、俺、そういうの一番弱いの。え、ウダホはどの辺狙ってたの。真ん中だと思います。え、あいつ、この辺、この辺、この辺ね。掴めなんかそれで。いや、こういう時は掴めそうだな。あいつはね、こういう時は掴むんだから。激煽った時はちゃんと取れるんだよ。この辺でしょ、これ。この辺じゃないの、これ。ね、ゲット。無駄っこいくぞ。いきます。トレッキングシューズ、めっちゃいいカード出た。トレッキングシューズ2枚ももらった。要素ネジギガス。うわ、実用性。普通に当たりです。当たりだ。普通に折り返す。普通に当たりです。ダーマムリーディー欲しい。いや、欲しいよ、普通に。振り向く好きな映画だから。それ欲しくないわけないでしょ。俺もともとポケモンも好きだから。そうだよね。で、ポケモンカードも先始めてるから、レアリティももちろん分かるわけですよ。そうだよね。そう、いただきます。いただきます。リリエ、ダーマ開封動画セカンダリーやつ3番だったからね。なるほど。ここらで当てて欲しい気持ちはあるわ。取らないと始まらない。で、いった。あ、いった。あー、よし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 。3。え、あ、びっくりした。あ、びっくりした。俺もびっくりした。1。あー、あー、やべえ、滑った。いきます。だから何のポケモン。あれ、また動画進んできた。ガラのポケモンどうなんだろう。知らないんじゃないか。え、なんか大変、なんかでっかい煙突があるやつじゃない。うわ、外した。うわ、まあまあ、しょうがないな。しょうがないな、ごめんな、俺らがガラルマタドガスの話したからそうだね。ザカの特性無効化しちゃったから。お、いったかも。あ、ナイス。大地の封印石と謎の化石。謎の化石、プロの挑戦ですね。まあ、やっぱ一番うまい人ね。初心者めっちゃ上手だから。まあまあ、みんな見ててほしい。見せてもらおうか。絶対取れるもん、これ。まあ、これプロの目線ですわ。ほら見て、さすがにこれは取ったら 100% 取れっから。あー、さすがだわ。あ、今の見たらなんか逆に取れない気がしてきたな。こちらやってるー。はっ、うそ。ちょっと、もういるよ。どうよ、どう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 。お、来た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 。おお、よよよよよ。おお、すごいね。とりあえず2枚目じゃん。おお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 
おお、なんかレジレジスチル、ギガス、スチル、もう右ですよ。そうだよな、もう右と左の選択違ったらないんだもん。ないな。そうだね。チェイ、あ、どうだ、行った、終了、終了。あ、行ったよ。あ、惜しい、惜しかった。ザコ、好きな芸能人誰だっけ？本田翼。あ、本田翼なの。3をつけろ、3を。サバ。サバ。それは行き過ぎだ。それはちょっと行き過ぎ。あ、でも写真集持ってる。へえ、そうなんだ。また動かすのは写真集持ってない。また動かすと本田翼さんどっちが好き？どっちなの？うわー、でも歴だったらまた動かすだね。じゃあ、行っていいっすか？いやいや、どうぞ。バサドガスはさ、誰なんだそいつは。バサドガス、ほらほら、絶対じゃない、絶対じゃない。うわ、終わった、終わった。ほら、何すんのこれ、ほら。あ、バサドガス押すだけで、これ。バサドガス、ド、ド、ドガス、ド、ド、ガド、シャー。懐かしいね。懐かしいよ。マジで。あれ、サチコさん買ってるから。あ、そうだね。いけ、ザカオ、シュウ君に何か質問だ。いきます。シュウ、パツキンの女子欲しい？ザコ攻めろ、ザコ攻めろ、ザコ攻めろ。じゃあもう見えてないんだった俺から。あ、普通に失敗したわ。かわいちゃん好き？やめて、すげえだよ。すげえよ、すげえよ。あー、よいしょ。初ゲットよ。なんかすっげー嬉しい、ね、この初ゲットで入った可能性あるよ。あ、ねえ、うん、マジ？おー、ペリーラ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 の SR が出ました。ペリーラの SR。 まあ、ないよりはいいです。ちょっと反対やってみっか。お、うまいね、やっぱり。全然分かってない。全然分かってないわ。チェッ、そこはなんか2個取れそうじゃない？そしてその間、いったか。おー、来た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 、取り2個取ったよ。マジで？ちょっと2個、2個取り、総取りですよ、これ。それはやばい、それはやばい。うわぁ、来た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 。欲望。まず1個目が。おい、ワンチャンある？せーの、バン、じゃ、おっ、おっ、うぐい、色違い。おぉ、おぉ、いいね。色違い、うぐ、巷では鳳凰と呼ばれてますけど。うぐい、鳳凰みたいですね、色が。うぐい、普通に嬉しいよ、これ。いいね、それ当たるだよ。いいね、すごい。やったやった。でも、もう1個あんだもん。もう1個あるからね。すごい、いいね。いや、せーの、パン、ドン。おぉ、あ、ブランシェフ、HR。 おぉ、すげぇ。 HR 当てました。すげぇ。え、両方ともこれそこそこの当たりだったと思う。いや、いいと思う。いいね、いいね。素晴らしい、素晴らしい。じゃあ、よし、やっていこうかの。はっ、あ、はい、どこだ、いけるかと。よし、ゼロキロ。分かれたの。分かれたの。これダブルチャンスあんじゃん、今のところ。あ、ほんとだ。どうなる？来たっしょ。相当いいっす。あ、でも1個取れ、1個。あー、マジで来たー。ダブルゲット、それはうまいわ。来た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 、2つ2つ。やりやがったな。なんか、店主として嬉しい。すごいっすね。いや、マジで来るよ、2には。2で。2には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 全部間違えて。何もかすってないじゃん。2には2には2には。お前、何取りに来たんだよ。何取りに来たんだよ。頼むからお前取んなよ。マジで俺に入ってくない。リリエとニーニアは違う。リリエ、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 マジだよ、ニーニア。人違いです。今日の目玉商品ってのは覚えとけよ。なんすけ、なんすリーリエな。リーリエ、リーリエ、リーリエさん、こんなリーリエさん、よくその4文字全部ミスったよ。リーリエ、こんなのさ、もう絶対当てんな。マジで、マジで、お前だけ、お前だけはあれ当たっても、当たってもニーニアな。お前、ニーニアだよ。お前の引き換えあげるからさ。マジで引き換えいらないよ。いらないよ。やだよ。見してよ。じゃあ、いきます。おぉ、あー、お、あ、なんかすごい光ってんの出て、当たったよ。すごい、ギラティナ V じゃん。うん、ロストですね。おぉ、おぉ、おぉ、来た。ローズ、ローズが当たりました。すげえ。あ、ソードシールドの、しかも、変わるやん。いや、まぁ、ちょっと一安心な顔だね。まだ良かったっすよ。ちょっと、ニーニア、危ねえよ。確率が上がってってるよ。とりあえず、リーリア狙いますね。この右の端っこさ、取るのかな。あー、ワンチャンス、前に出てきそうね。
うわでも1個はいけたけど、あでもワンチャンこれ押して下いけ、あ無理か、あでも取れてる、うん、糸丸、おポプラやクズも、ポプラの SR 出ましたね、おおいい感じ、どうだ、あるな、あれあれ、ニコ取りどころかのれんかき上げたね、やってる、俺やってるね頑張りにしよう、確認せよ、おかしいよ、まあ、戻ってこいって、合ってるよ、ガンバだよね、ガンバ使ってるよ、ガンバは種類の話だから、決めセリフみたいなもん、いや、ずっと俺ガンダとガンバどっちか、ガンダリーディガンダリーディ、どっちかしら、比べるどっちかそれは比べる、新しい理念作るの、マジで思うよ、マジで、ありがとうね、頼むよ、本当に、いくぞ、まだあるよ、食べればいい、うまい、いやまあ挟んではいる、ダブルダブルダブル、あ1個だ、まあ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 、はい、パラスズバットライチュウ、みんな初代だね、キャッデッ、よし来た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 、うめえ、あーでも1個か、じゃんデン、オリジンディアルが V、 挟まってはいけるか、挟まってはいるか、惜しい、おぉいいじゃん、今ギリギリだね、うわ、いいか、こんな感じでした、あ、狙ったね、そう、ワンチャン、うわぁ外した、いや、でもまだ、あれ来た、別のとこ取れた、しかも浮いて取れたね、ナイス、よっしゃ、お、グライガーと雪の王、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 あそこ狙ってんのか、なるほど、あれ狙う、狙うよあれ、さあ2個取った、素晴らしい、みんな上手くなってんな、シュッて、はい、大祭だっけ、ああなんかこれいたな、あうん、偉いね、偉いね、なんで俺ダメだこれ、えもう帰ってきたのか、まあそういう時もあるよ、多分バッチ持ってないから言うこと聞かないんだよお前持ってんのかよバッチ、意識的にあいつが一番バッチ持ってそうだな、あとなんか風貌がジムリーダーっぽいよ、確かにそれタケシじゃん、やっぱりタケシじゃん、違和感なんかいそうだもん、タケシの方が、あいつ、あいつノブパスじゃない、ノブパス、鼻ね、おい、俺繰り出される方かよ全然違うのね、思ったよりずれんだよな、うん、行ったか、さすがに行ったら、口糸、あ、外した、どうだ、どうだ、どうだ、おー、はい、ピカダッシュのピカチュウと、あ、翡翠ゾロワーク、闇ガラス、入ってなかった、あ、あでもいいカード、いいカードね、来たんじゃない、やっと取れた、よし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 、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、 ありがとうございます、ヤフーと、ウルガモス V、へ、アメイジングです、イベルタ見たな、いやこれアメイジングですです、甘い、うるさい、甘いよ、ゲッチュー、あー、うまいな、やばい、一番取ってんじゃない、いや、たぶんあるな、せーの、てん、お、あら、ちょん、あら、めちゃくちゃいい、おおお、レジドラゴン V スターイエスさん V と、あとはエルフーン V、 おー、しかもこれエルフーンとイエスさん SR だわ、 SR ですね、いいじゃん、全然当たりパックですよ、下全然取ってねえな、そうだ、むずいんだよね、はっ、きた、これは取った、これは取った、ナイス、さすが、おっしゃー、バン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 、バーナイー、ストリンター V マックス、おぉいいね、素晴らしい、どう、うわマジか、やっぱ下むずいね、うん、あーちょっとずれちゃった、ここだ、入った、よし、おぉ、いや、もうさすがに分かり始めた、わかー、なんだった、ピクシー、パラセクト、チリ、ノーマルカード、シューズ、うん、うん、お、手前行った、行った、あ、よし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 、入った入った、うわー、すごいね、え、いや、でもだいぶ確率上がってきたな、いや、俺引くってんの全然出てないんだよ、せーの、はい、おお、いいや、お、貝だ、貝の普通のレアの、うん、ない、うん、
気合い十分。せーの、じゃん。おお、なんだ。おお、めっちゃいい。スペシャルアート。すげえ。めっちゃいい。クチート V のキャラクター SR か。普通にめちゃめちゃいいの出たじゃん。いやもうね、左ガラ空きなのよ。俺右にあると思う、なんか。朝はずっと右食べてるもん。うん。来た、これは取った。おー、うまいねー。よし、よしよし。減ってきたからね。ね、いきます。ないー。あー、ないか。来た、来なかった。オッケー、取れた。素晴らしい。よし。ナイス。ガッキー、オリジンデュアルが V スタープラス。おー、いいじゃん。うん、トリプル R 出た。あれ？ずれたんじゃない？ああ、いや、ガーッ、あ、さあ、来た。あ、行ったね、完璧。うん、これは取れた。素晴らしい。オーケー、素晴らしい。いいね。なんかね、もう光ってるカードがあるんだけど。見える？うん、ひょっ。おった、めっちゃおもろいやん。サナサナペニーラ、サナサナペニーラ。ちょっと俺は左行くわ。して、なぜそんな感じ。そんな聞きたいか。いや、一応ある。え、あるの？あるじゃん、なんかさ、めちゃくちゃさ、画像出るじゃん、掘り続けて途中でやめちゃうやつ。あー、そうね、そうそうそう、最後まで諦めなければ取れたのにってやつ。そう、な感じがした。素晴らしい。おーい、久しぶりすぎて名前忘れてない？リリア。惜しいな。リリア、リリア入ってないや。お、来たんじゃない？多分来たと思う。うまい。おじゃー、ノーマルですね、次は。さすがに取れた。マジ。あー、空手王の今国。あー、あー、来た。まあ、は、あ、来た。来た。あっしゃ。ね、これありそうな気する。いや、なんかそういうね、ありそう。なるね。今のでなさそうな気がする。イグエシュッシュッ。あー、お前マジかよ。ペリーラどんだけあんだよ。ペリーラありすぎだろうが。悪意あるぞ。なんか迷わず左行きます。あいつ本当に取れてるの？2人目やん。何よ。ペリ…ペリ…ペリーラ。ペリーラ。ペリーラ。ペリーラしてるよ。ペリーラ。いいよ、いいよ、全然全然いいよ。いいよ、いいよ、全然取りがない。今こっちに座り込みますから。頑張ってペリーラになってるんだよ。多分ペリーラは頑張ってるよ。ってあるよ。あ、いったわ。ペリーラ出てこい。ペリーラ、ペリーラ、マジでペリーラ。まだいいんだかな。ほい、はい、ペリーラ。ペリーラ来いよ。ちょっとむずいけど一番下行ってみるわ。おぉ、あ、いった。素晴らしい。うまい。おぉ、そこ取れるのか。下の手前で。いや、ここ、なかなかみんな欲しくて取れなかったの。はい、お、あ、いいカードじゃないですか。でも頂への雪道ハイパーボールレジギアス V。 おー、素晴らしい。おー、いいっすね。めっちゃいい。真ん中のこの浮いてるやついくわ。あー、外した。ダメだ、ずれるんだわ。でもね、可能性はありそう、可能性はありそう。いけ。あー、あー、やっぱ下狙うのむずいよね、これ。下むずい、マジで。ふい。いや、ちょっと遅れてんだよな、これでも。マジか。オッケーオッケー。いたいた。いた。いた。やーし、きたきたきた。じゃん。おお、もうすごいな。いいカード。翡翠ドレディア V スター。素晴らしい。いいね、いいね、いいね。いいカード。ケア。どうだ？おお、来た。いたね。おお、素晴らしい。難しいとこ行ったね。おお。ねえ、手前むずいのに。あるよ。クリティカル。ありそうじゃない？確かに。難易度高かったよ今の。難易度と関係するのか。果たして、シャッキーン。全然ないです。うるせえ。おお、メリッサ一アルじゃないですか。あ、むずいね。いや、ワンチャンあるよ。泣きないか。いや、来ないな。むずいね。素晴らしい。はい。女子力結構取ってるよ。さすが。よいしょ。いきます。はい。あ、ないね。あ、そう、新カラーに揃ったけど、こいつだけ必須。サンキュー。うまい。ほい、なんだい、ペリーラです。またペリーラ。しかもノーマルか。ノーマル
ペリーダ来た。多いなぁ。ノーマルにもペリーダ潜んでんのか。すげえな、このね、ペリーダだらけじゃない。大好きだな、ペリーダ。俺たちとペリーダの物語だな。いやいや、リーリエの物語でしょ、これ。そうだね。ペリーダじゃないでしょ。やっぱ下段取りたいんだよな。やっぱなんか俺気持ち遅いんだよな。まあ惜しい。ランによってちょっと癖違うよ。あ、そういう感じかもしれない。はい、ああ。失敗。結構ずれちゃったな。あ、真ん中取りたくね。いったんじゃね。うわー、マジ。ずれた。ずれたビーズ。え、あ、いや、それに入ってたら悔しいよな。確かに。物語あるよ、これで取れば。お、取れんの。取れんだ。取れるんだ。あ、どうだ。え、こん中入ったらやばいよ。やばいよ、ね、こん中入ってたらやばいね。受けはんだよ、なんかめちゃくちゃ面白いよ、果たして。いきます。入ってないです。まあ、でもでもでもドレディア。いや、トレビアみたいに言うな。ドレディア。いやー、でももうねんじゃないかな、そろそろね。えライブ撮ってるよ。まあ、行ってみようか。いった。うまーい。シークもうまい。この辺は取ってこう。よし。まあ、なんかいいカードが出れば。はい。あ、おお。シャンデラムイマックス出たね。うん。ゴーストタイプ。よし、来た。たあー、待って、ずれた。俺もし当てたら、ウダホの書いたリーリエモドキも一緒に飾るわ。確かに、それいいね。来た。うまくない？来た気がするよ。うわ、やだな、その入った。おお。来た。どうだ？せーの、はい。おお、どうたくんだ。俺どうたくん好きなんですよ。かわいいよね。いや、でも入ってなかったか。あ、でもだいぶガラッと開いたな。ねえ、どうだい、どうだい。おお、オッケーオッケーオッケー。おい、ナイス。きたきた。あ、その段潰したいね。ねえ、オーロット V マックス。そらしいけるよ、また。あ、よかった。あ、よかった。心配したよ。心配したよ。シュン。入ってない。マジか。あ、終わった。あ、ちょっとずれた。全然押し込まない。あと、そこが合えば。来た。どうだ。来たか。うまくねえか。お、あー、コンプリート。せーの。入ってないか。入ってないっすね。残念。ワークだな。まあでも、これによって一段消えたから、うん、他の7列のどっかにいるってことだよね。そういうことになるね。少ないとこからやっていこうかな。あー、ギリギリ。こういうのってさ、あの時触れてたやつが当たりだったりする。そうなんだよ、それ。悔しいんだよ。下段行くか。なんか諦めつくもんな、これじゃなかった場合。うわー、曲がった。下段真面目にかね。うわー、ちょっとずれた。うわー、よし。おドン。あら、あ、でも輝くサーナイト引いたわ。おー、いいね。おー、しゃー、うまいんじゃない。ナイスだ。おー、調子上がってきたよ。やるね。せーの、はい。うわー、出ないな。見事に俺光物外すわ。おいー、せーの、ファン。ドラピオンブイスターだ。素晴らしい。おー、いいじゃん、いいじゃん、いい。いや、でーしぱしぱ。音派手だな。トゥトゥルトゥトゥトゥー、つきし。あー、ないけど。何、うわー、ミュウ V マックスだ。素晴らしい。おー、やった。しかも不思議な尻尾ミュウやん。あ、ほんとだ。ほんと、すごい。めっちゃいい。パンダダーン。うん、熱くなってきた。うわー、ちょっとずれた。くそー、もったいないね。下段俺一回も取ってないんだよね、今日。じゃあ今いけるな。うん、逆にね。お、いった。お、いった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 。やった、すーごい。そうだね。ドン。あー、ダメだ、欲しい。セキー。おい、こいつと相性悪いわ。ガーナ好きなわけは何。俺は鬼ドリル。鬼ドリル。あ、そうだ、鬼ドリル。そうだ、なぜ、なぜ。めちゃめちゃ鳥っぽいじゃん。まじ、そうだね。くるる。ゲッチュ。手前はちょっとリスキーよね。うん、よし。じゃあ割とね、掴んできた感じはある。そろそろ引くんちゃう、引くんちゃう、引いちゃうな、そういうのって。プワン。あー、おー、あ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 ー。
ファン。あー、おー、あ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 ー、マジ？ニーニアこれ。ニーニアじゃねえよ。ニーニア来たー。いや、なんかそんな気したわ。ね、お前当たった。しかも他のもすげえいいやつ。これこれいいアートレアじゃん、3連単。そう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 、すごい。プラスダセえバカブスリーリエアート。これまあアートですか。これ何をサポートしてくれるんだ。これこれ、これアートノーマル激ブスリーリエやっと当てた。すごい。やばっか。寝てればポケモン好きに当たってよかった。でーんでーん。あ、どうよ、どうよ、どうよ。ちなみにこちら状態 A でございます。最高。めちゃめちゃいいんで状態。すごい。わー、俺が触れてていいものか分かんないね。じゃあこれくらいのレアっていう価値あるカードを持って初めて。初めてよ。いや、そうそうだろ。 EDA ぐらいのだって価値のカードめったにないからね。なかなかないからね。これ以上になったら大会景品とかになっちゃう。そうだね。そうだね。プロモ券だからね。あんま絶対売っちゃダメだよ。まあ、それはね。どこ頑張ろうとしてんだお前。いや、リーリーのおかげで生活が頑張るかもしれない。持っとけよ。そうです、持っとけよ。めちゃくちゃいいカードだよ。ありがとうございます。よかったね。すごい。やっぱね、開幕からそんな気はしたよ。そう、わかる。頑張る気がしてた。頑張る。そんな気がしたわ。なんだよな、十何年やってると。でも、あそこで挑戦して失敗した人多分何人かいる。あ、いるいるいる。だって後半なんか全員がこうだもんだね。下段だったから。マジか。左にあった。やっぱ左だったね。左だったね。ザカオの勘もあってたね。あってたね、ザカオは。でもザカオニーニアとかいそうだから。そもそも間違ってた。そんな悔しそうじゃないのね。だってそもそも間違ってし、だって知らない人なの。金髪の姉ちゃんからラグダウンすんだ。確かに。そう、ということで今回のリッシャーズポケモンカード争奪戦はダーマが獲得しました。ありがとうございます。ありがとうございます。解説にしてください。生活の足しに。まあそれもそれで大切なんかな、わかんないけど。いや、まあもちろんこれは飾らせていただきます。また次回の争奪戦でお会いしましょう。何の争奪戦だ。登録動画お願いします。せーの、アデュー。おめでとうございます。ありがとう。素晴らしい。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。よせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。伊勢丸。